GR プリウスのコンセプトトヨタのガズーレーシングは6月10日に開幕する WEC ルマン24時間レース100周年大会を記念しプリウスをベースとするコンセプトカーを発表したプリウス 24H ルマンセンテニアル GR エディションプリアス 24HLE マンズセンテニアル GR エディション 名付けられたこのコンセプトは WEC3000 車両の GR-010 ハイブリッドからインスピレーションを得たアグレッシブなデザインとなっている軽量なカーボンファイバー製ボンネットワイドトレッド化した足回り空力重視の専用ホイールなどが特徴で優れた走行パフォーマンスを実現するというコンセプトカーは今後 WEC 第6戦の富士6時間耐久レース会場でも展示される予定だ。市販化の計画は明らかにされていないが、このコンセプトは GR プリウスとしての販売可否を判断するためのもので、世間の反応によって量産に踏み切るかどうかが決まると思われる。トヨタはまたルマンサーキット内のビレッジにおいて、 松田や日本政府観光局とともに日本のモータースポーツ技術やカーボンニュートラル社会の実現に向けたアプローチなどを紹介している。この展示ブースでは日本の象徴的な文化として漫画を取り上げており壁面装飾は漫画ケープタで知られる漫画家の曽田正人氏が手がけたという